さんどうも、アンノウンオルドです。今回はですね、ちょっとフリーマーケット行ってきたんですけど、まずい代物っていうか、紹介しにくいものが出てきたんで、今回実験的にこの動画を上げて、バンされるかどうかっていうのを見てみたいと思います。で、今背景にあるのは白い鶴なんですけど、手に入れたのはこれじゃないんですね。何を手に入れたかっていうと、これになります。旗から見ると、ただのパノラマバッグなんですけど、注意してよく見ると、左上の方にディズニーのマークがあるんですね。これは端的に言うと、パノラマバッグのディズニーリゾート仕様なんです。わざと何度も何度もディズニーって言ってるのは、確かウォルトディズニーって、あれ、著作権にうるさかったと思うんですね。一部で実況者とか、そういう動画投稿してる人の間でも、ディズニーだとか、ミッキーだとかっていう単語を発するだけで、やばい、バンされるみたいな感じになってるんですね。それで、これをレビューして大丈夫なのかっていうのを、試しに出してみようかなと思いました。ディズニーっていう単語大丈夫なんですかね？バンされませんかね？これレビューしてバンされない？俺、と思って、一回試しに上げさせてもらいます。やばいと思ったら遠慮なく本部の方に報告して、この動画を止めたいと思います。やばいと思ったら俺もこの動画は早いうちに削除しようかと考えています。ご視聴ありがとうございました。